予報センターの山口さんと一緒に今日のお天気を見ていきましょう。山口さん、よろしくお願いします。先ほどですね、このファンミーティングのグッズ紹介したんですけれども、山口さんのアクリルスタンドをラーメンに入れようかなというコメントがありました。どういうことなんでしょうね。どういうことですかね。これね、空にかざして撮ったりとかね、はい、いろんな使い方あるかと思うんですけれども、楽しみですね。私もファンミーティングの時に山口さんのアクリルスタンド実際見ましたけれども、結構大きかったですよね。あんまり楽しみじゃないですよ。私は自分のは楽しみじゃないんですけど、山口さんの楽しみです、ね、特に私は一切期待はしてない。ね、そうですよね。知ってたんですか。お、知らないですよ。あ、知らないですよ、うん、私もね、当日になるまで知らなかったですけれども、うん、びっくりですね。まあ、なんかね、あのカードだか、なんかあの、はい、クリアファイルだか、なんとかっていうのは、あ、こちらですね。おもう実物が次々と、実物にあるんですけれども、ありますもんね、山口さんもね。これはなんか、はい、あの許可ですか、作りますよっていうので出てたんで、はい、まあ、知ってましたけど、うん、そうですね。これもあんまり嬉しくはないですよね。そのやっぱりなんかこう自分のが出てくるっていうのはね、ちょっと私もね、恥ずかしいなって思うんですけど。ファンミーティングの様子も、あの今 YouTube の振り返りから見ることできますので、うん、すみません、あの山口さんの、うん、馬口さんがの見てしまって、うん、なんか効果音が入ってて、よりなんかちょっとあれ、そんな入ってましたっけ、はい、なんかプニンみたいな効果音が入ってて、私の中でこうちょっと入ってしまってですね。ポーズ、かわいい。かわいい。大丈夫ですか、イベント調子悪くならないですか。まあね、まあ、ちょっとやらざるを得ない状況になったんで、うん、そうですよね。そうなんです、すごい圧を、うん、このやり取りを見てぜひ気になったという方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひね、結構続々とこの後も上がっていくみたいですので、他のキャスターさんたちのオフショットも含めてご覧ください。